Select your character. ああでは行きましょう。ガチョーナメント、個人ガチマスト決勝戦進出、頑張ってください。ワンピー側、渋谷のヤヒル、ガクロボ、キシディチームとコイン、レベル38、フィーノメノチーム。さあ、因縁の対決が再びということで、さあ、2ハイスラが KS ハイスラ、高さをうまく調整してビッグイメージ、前ハイスラ大ダメージを取りつつ画面端、ディレイ OK があり、ここは画面端、ジャンケヒット、これ美味しいぞ。空中投げ、補正を切って画面中央、どうすんの、チクチクつついて画面中央、ディレオフィガリ、わーバットムーンを爆声避けてからうまいマイピー次に出てくる、わーっとうまい捉えて、ここはしっかり回すのか、あ拾いそうだなこれ、やべえ、いってーマジジャンハイスラ一気に体力並んだか、前系からの当たらない画面端、前ハイスラお互いに大ダメージを取っているが、決して画面端どっちかな、投げは抜ける、読んでいた、さすがの2人。わかりました、じゃあちょっとあの馬さん帰っちゃうみたいで、オスカさんね、俺が入るのはあれなんで、じゃあの和田子さん出ましょうか、俺は、ま、和田子さん同じジョニーとして出ましょう。画面端また帰っちゃったんで、和田子さんのジョニーで、さあ画面中央どっちかな、バックステップ馬ミサイル撃って、さあここは針使わせる、画面端、そして針を回収に戻るが馬には近づけさせない、2ハイスラで吹っ飛ばして、前ハイスラ有利フレーム取って、立ち合いからつながんないかな、画面端これ危ないぞ、しかしめくっている、陣取ってバースト、バーストじゃない、ゲージ使わせる、 2K に 8K から画面端、投げを狙ってか逆に投げて、本当にもうね読み合いがね2人のね何戦やったんだお前らって感じの身内みが炸裂していますが、針が刺さって、おはは一撃準備、この試合内容で一撃準備である最終ラウンド、さあマイピー3年トリアもゲット、ゲージもゲット、やばいやばい画面下、やばい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 、昇竜拳、そしてバータイ燃えている、そして拾い直しができて超痛い、逃げろ、しかしここでワンチャンス、しかし刻みすぎてのせいでダウンが取れない、空中昇竜、昇竜からあとどっちかな、ミサイル撃ってさあタクルマでもなく勝ったのはガクロボマジギレですよあの空中昇竜が一瞬時を止めるよねな、ん？ごめん、なんで今の相手吹っ飛んだんだみたいなさあ行きましょう、キシディで対戦、フィーノメノメ、おすごい低スクでね飛んできて、さあジャンケジャンピー、足払い、投げが漏れている、さあ FB 木並み弾幕掘って近づけさせない、今回あのベノム画面8対8でね生成をちょこちょこやってると、 D サカナドーンと振ってきて一気にねターンを奪われてしまいますので、ちょっとねそこら辺が気をつけないといけないのがちょっと面倒くさそうですね、遠距離で読み合い増えるって面倒くさいですね。さあおデブちゃんなので引っかかってしまうと画面端、足払いからここはカーガスバースト使っていく、さあ話し合いで犠牲にしてジャンピー引っ掛けて画面中央、ここねコパン 2K でこう投げを匂わせて下段が刺さって画面端っていうパターンが非常に多いですね、強いじゃあはい、後ろからレーザー木の実、そして D 魚、これでありますよ、お、なんか言った今、もっと声出しとこうさあジャンディ引っ掛け画面端いって、じゃあ超マジっすか、かっこいいねジャンディS、そしてレーザー出ないかな、出ない出ない、噛みつきを出していました、さあ遠距離戦木の実、さあそして弾幕を離せず AS からここで捉えるデュービス、アフィアンから画面足運んで 2S をデュービス、結構なダメージ、通り中段空中ダッシュ崩れて、さあここはちょっと何かが出ないか、ダブルヘッドモービットマイピーで追いかけて、さあちょっと気まずい、しかしうまいガトリングで2ハイスラに派生して
しっかり離したいというのが高い。そして画面端へ逃げていきますが、ヘビキのみ、さすがに耐えきれない。1個消して2個消してか、しかし勝手なキッシュディズイ勝利となっております。おめでとうございます。次だけいきます。場外乱闘がまたこさん試合です。決勝戦です。はい、いいですよ。あ、オスカーさん、いや馬さん帰っちゃったんですよ。お仕事があるんで馬さん帰っちゃったんで、決勝戦でオスカーさんと、そうっす、参加費200円です。嘘はい、じゃあオスカーさんいますね。和田子さんとチームメイトになります。よろしくお願いします。じゃあ決勝戦はケッシーさんとガクさんのチームです。はい、いきなり決勝戦頑張ってください。社畜となった和田光さん。いいよ。いいよ。はい、行きましょう。決勝戦 1P 側ガクロボキッシーディズイチーム、 2P 側オスカイの馬ジョニーチームでしたが、馬さん仕事のため帰ってしまいましたので、ワーダコージョニー。渋谷のアヒル勝ちすぎだろ。3000円ぐらいしか使ってないなとか書いてんじゃねえよ。ぶっ殺すぞ。はい、行きましょう。アヒル対和田子。ああ、ちょっと難しいんですね。キャラごとにこう投げコインのタイミング違うんで、さっきまでアバとかディズイとかブリジットとかでやってるけど、他のキャラにできなくなるみたいなね、ありますね。さあ、暴れ潰し、しかしジョダブで切って、さあ、マイスター投げを通していく。コインでレベル2、ジャンプエスが潰れてホイから1、2、3、4、5。はい、S 拾い、SPKS ハイスラー、そして2スルー、再び貯めてゲージを回収。さあ、前衛戦に出して 2K で的確に割り込み、画面端ミサイル当たらず。しかしゲージがないから処理はそこまで怖くないのか。さあ、ここで熱暴走、画面端確定弾を奪われてしまってコインがない状態。遠線が中断、前配、ここでバーストを使っていきます。あ、これは昇竜拳ミサイル、あ、当たるんだ。何ですかそのドヤ顔、めっちゃうざいんですけど大丈夫ですか今の。さあ 2K しっかりくぐっ潜ってか、まあ、どっちも一緒や。さあ、マイス投げ、今回非常に発生早い。さあ、 YP からジャンディ昇竜へタッチピー落として置き攻めはタッチピー、しかしの駒投げ、ゲージの回収、そして熱量も 50% 回収。よいしょ、あ、やめて、まあ、あとそういうことする。あかん、これはジャンディーショー、あ、ヘビー処理権しなかった。髪出し前ジャンプ、しかしジャンプでスカル馬が来そうだが戻ってきてタッチ系金エスマイビー当たらず、ちょっとやばいぞ。さあ、ここは画面足運んでいきたい。タッチハイコイン、あ、うまいですね。熱暴走入ってしまったんで、まあいいタイミングでしたね。さあ、ゲージがない、続かないぞ。あ、ほい、遠線がしっかり殺してる。さあ、最終ラウンド 2K から2ハイスラー血を追いかけて前ハイスラー、非常にね、リターンが高い、当たると試合が終了する可能性がある。タッチピー、NS ダウン奪ってタッチピー、スカシのタッチピー、タッチピーからマイピーダウン奪って画面足、そして哀れつぶしからテイク昇竜、やばい、テイク昇竜じゃねえよバカ。あー、やめろマジ、タッチピーって広い。あー、昇竜拳から昇竜拳、昇竜レッパーからの画面中央、はいはい、やめーやこれ。やばいですね。だって相手食らってる時まだロボ界下にいないもん、下にいないですか、なんか飛んでねえように見えるのもやばい。あれ
えぐられてるかのようにソニーが飛んでったから、ね、さあそれでは決定戦で対象戦ですね。岸さん勝てば優勝となります。さあオスカイノここで踏ん張って決定戦まで行くことができるか。さあ捉えてタチピー、タチピー、あー時計から漏れてキングス、ここは FB 狂言。さあすかさず FB 狂言の上手いですね今のね。中央チャンハイ、すかしの 2K が2杯すら中央で泡を張って待ちますが、下マイ B 大輝の円安からここはちょっと何か狙っていた。ジャン K、ジャン S でとりあえず話し相手は高い。泡は自動破裂なので危ないですね。さあケミカル打ってジャンプ D、 2段レーザー、マイ B 前すら大ダメージ。これはね大木狙ったのかな。しかしその後は投げたのはイノ、 FB 使ってゲージをハッカーすがめじ、タッチ P、 タッチ K、 タッチ P、 ジャンプS か K だな。K かな S かな K だ、え S だな、あ、わかんねえ。お疲れさん、いつもと色が違ってあれだから、名前を意識したカラーになってるからちょっとわかんなくなっちゃいます。モーションで覚えてたわけじゃないな、俺。さあ、画面足、前 P、前ハスラー、そしてうまい淡い手紙の空中投げ、画面図崩して下段から中段、ここはファジージャンプしっかり逃げて、多分ファジージャンプ投げていく。泡はね非常に硬直感あります。うまい、かっこいい、助けからケミカル出ている、ほいほいほいと。さあこれはしっかり落とすルート見えません。バス4です。さあかっこよく決めたな、スカイノー。いつものスタイリッシュなバックステかと思います。今日は直下でクールに決めました。さあ出てくるな、アヒルさん。さあ行きましょう、対象決定戦です。勝てば優勝。さあチャンハイをぶっ込んで一気にゲージ回収 50%。 さあここはコパンで返していきます。そしてスライディングを上から潰して大ダメ、おいしいが、これ青キャンがあるんでね、ちょっと反撃の判断が一瞬遅れてしまいました。潜って、さあ円スを潰す、一気攻め、どっちだ、手段 2S から追いかけるが、馬の当たり方がやばい、拾えるなこれ。Yes, マイ P ダウンを奪って画面端、マイ P の暴れ潰し、そして 2K で体力を潰して選択肢をね、うまく潰して散ればいいできますな。よくわかんない言ってることが、画面端。さあ空車主役境界から昇竜拳から青キャン、やめろやそれ、うわうますぎる、 2K こすってました。ジャンファイ FB 境界持ってて縦気味拾って画面端、ボン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 、ほい両拳両封じてバース読んで、わーやばいやばい、昇竜拳来るぞ、こっち来るか、よしガードしろ、いけいけ、エンエスエンエス、これが超強い、ほらほら頑張れよ。さあ一本選手のスカイの優勝へリーチ。さあヘギさんのモノマネ入ってガメージ、あーこれピヨリそうだから、ダメ、まだゲージがなかった。しかし2K で返す、ケミクル今回ね非常に縦に太くなっております。上海から投げて画面中央、どっちかな、めくりの高もあります、中央ということは ANS ガードからケミカル、どっちどっち、昇竜拳。さあそして昇竜拳のそのゲージで、ね、50% 入っちゃうんでね、その後回収してミサイル重ねからタッチ系、タッチ系、低空昇竜があるせいでね、やっぱ意識しちゃいますよ。さあ最終ラウンド優勝決めるのどっちだ。さあマイ B ダウン奪って画面端、空中ダッシュ裏から ANS、2K ダウン奪って熱量がやばいぞ、燃えて下出ます、スペミカル、あーっと引っかかるが、これはまあいい当たり方かな。さあそして判断を見せてしまったが、そのチャンス美濃側を捕まえたい、しかし飛んでいるマイピーエンス、さあうまいスライド、横ケミからの画面端、 FB でミサイルごと潰して、これなんとしてもダウンを取りたい、しっかり落として起き攻め、ビレオキガリ封じて、さあエースは投げるのやめろー、ピヨってしまう。勝ったのはガクロボー勝利です。画面端の投げはダメなんですよね。さあ最後にお互いに見せ場ありましたが、最終的にもう強気の出し投げで、ね、通して勝って、やりたいことをやって勝ったのはガクロボー、キッシー DD チームです。優勝おめでとうございます。
はい、オスカーさんのね、和田子さんもいい試合でした。ありがとうございました。で今日からね、参加費200円ということでね、チーム戦も結構ね、お手軽な、必ず2試合できるということでね、損はない大会となっておりますので、皆さんよろしくお願いします。では、明日はね、初中級者の大会となっております。B++ の人は、参加不能って感じになっております。俺一応 B++ なんでまだ出れますけど、出ません。まあそんな感じでね、明日は初中級者大会で盛り上がろうかなという感じですので、明日の方はよろしくお願いいたします。はい、本日の大会は終了です。